まあ、ケンピ以外、冗談抜きで全員家族連れ、あと老夫婦。リゾート施設に一人で泊まるの良くないですね。はい。仕事といえど、良くないよ。リゾート、やっぱ私は、ビジネスホテルがいいや。この殺風景な。この3分の1ぐらいの部屋。はあ、ビジネスホテルがいいです。一人で泊まるなら。本当に。みんな不倫旅行。いや、結構そういう、なんかなんていう、ブルジョアジーな雰囲気の老夫婦多いよ。はあ、リゾート施設一人はね、心がえぐられるよ、本当に。うん、ってのも海あるんよ、そこに。そこっつっても、まあ、徒歩10分ぐらいかなの場所にビーチあるんよ。でケンピ行った時の、まあ、気分転換がてら、仕事がてら外行ったら、マジでハイレグっていうんですか、まあ、わかる、ハイレグっていうんですか、なんかもう水着を着ためちゃくちゃプロポーションのいいおばあちゃんと、めちゃくちゃ日焼けをして、めちゃくちゃ、シックスパッドっていうんですか、割れたおじいちゃんが、サーフィンこうやって担いで、手を恋人つなぎして歩いてたんだよ。はぁと思って。そう、ハイレグババ。おじいちゃんもめちゃくちゃイケイケだったよ。もう、多分、日焼けサロン行ったみたい。めっちゃ綺麗に、真っ黒な、シックスパッドじじいもいて、本当に、二人が、恋人つなぎだね。二人とも白髪だったっけ。もうめちゃくちゃ充実してるって顔してた。ケンピもあれになりたいなって。ロゴあれになりたいなって思いながら、もう片やケンピ、パソコンを抱えて歩くみたいな。いやあれになりたいよ。サーフィンやる。かっこいいよね。海の男って感じで、あのじいちゃんめっちゃかっこよかった。逆にケンピ言ってる。いや、その説はね、だいぶある。いや、だから一応、見てよ、格好だけはさ、ほら、リゾート施設にいそうな女を今、演出してんの。私の努力見て、ほら。ね？どう？ほら。ね？スカートなんて履いちゃってさ、いい感じでしょ？結構頑張ったと思うの、私。でもやっぱ、パソコンって、こんな感じで、ビーチの周りとかこうやって、そうですね。確かにすごい参考になります。こうやって。で、その隣をサーフィン持った夫婦が通るみたいな。老夫婦が。浮いてますね。はい、浮いてます。はい。いい格好。褒めてよ。スカート履かないんやで、普段。その辺にいそう。ね私、いつもパンツなんやで。ズボンズボン。いいでしょ。沖縄のいい。いや、でもなんか沖縄の人って、偏見ですけど、開放的じゃん？うちのタイムとかって、時間とかさ、なんていうのか、心に余裕があるじゃん。そうじゃん、開放的じゃん。格好も開放的かなと思って。スカート、スースーするじゃん。おケンピスースーするから嫌いなんだよ、本当に。これ言うと男見てって言われるからあれなんやけど、スースーするから嫌いなんだよ。一生懸命今日スースーさせながら、歩いてた。いい感じでしょ。マダムは入れる。そう、やっぱ開放的じゃん。ほらな。マダム、いや、めっちゃ入れるね。ボンキっぽいやったよ。かけてもいいけど、めっちゃ金持ち、めっちゃハイレグボンキュボンオーバーだったの。ケンピあれになりたいと思って、将来あれになりたいよ、本当に。でも見せたいな、見せこれみんなに見せたい。本当に素敵な老夫婦でした。あれになりたい。よかったな。いや、もうボンがいいよな、本当に。金持ちの男。いやでも2人して分かんないけど、実業家みたいな雰囲気も感じましたけどね。余裕のある老後を私も送りて、